4番乗り場に列車が参ります。危ないですから黄色い線展示ブロックまでお下がりください。 The train is arriving soon. For your safety, please stand behind the yellow line.今日は四万十市でおるんだけどね、夜のうちに松山行って、明日松山から五日市帰って最終日いうことで、今日はラスマイいうことでね、まあ何回も言うけどね、まあ朝ゆっくりできるのはほんま何とも言えんようなね感じよね。まあ、ほうじゃがね、でもなんか、ここにぽっかりと穴が開いたような、うん。なんか、目標を失ってはないんじゃけど、なんかそんな感じよね、目標を失ったような、なんか一つのね、大きなしんどい企画が終わったということでね。ほいで、まあ、朝飯食うて。君トロロそばだ、高いね、500円超えとるもんね。別にね、これが食いたいいうわけじゃないしね、なんならね、はもうほんま涼しいけな朝、うん、まあさすがに10月じゃけね、うん、まあなんならちょっとあったかいもん食いたいかないうような感じだったんだけど、まあ、うん、どん兵衛ばっかり食うのも飽きるしね。へへお前、うん、まあほんまね、腹は減るが食べたいもんがないっていうような感じよね、うん、あれオーブントースターでも積んどったらね、まあ前も言ったかもしれんけども、ちょっとトースト食ってみたりねしたいないのはあるけども、まあ、ね、もう荷物になるけね、やっぱりね軽自動車狭いけ、うん、いえまだの何かあとグリッジしたかなんかですよ。まあ言うてもね、じゃあ私金持っとったっけ言うてね、じゃあこれはハイエースに変えたりね、4等車に変えたりするようなね、そこまではないね、うん、車に金かけるよりはやっぱりね、どっか海外の方へ旅行行った方がええいうような気持ちがあるけどね、ほんまにね、金が湯水のように使えるようになったらね、何でもするけどね。なかなかそうはいかん。ほんでまあ、昨日の続きで下見をね、するんだけど、ここはね、なんやら言うところでからね、水車がいっぱいある、ちょっとした観光地になっとるんだけどね、島とかね。ほいで、今日はまあ、観光地をね、見ながら北上するいう感じでね、四万十市を離れながら観光地を下見しながら北上して、観光地を下見しながら松山に近づいていくいう感じでね、行こうかいうような感じよね、うん、これなんか水車があってね、この水車側とようわからんね、これね、ほんま。やってね。水をすくうちゃ。ほいで、こっから出るんじゃけどね。出てきた水がまたその、この、すくうた川に戻るって、これ、どういう意味なんかね。川からすくうた水がね、あっちの画面のあっちの方の田んぼの方へ流れるようになるわかるけど、まあ季節的なもんなんじゃないかね、そうやってやるんだろう、まあ、こさっきの隣の水車なんかね全然水すくわんしね、うん、でさらにその隣のはまあ
ちゃんとこうやって水すくいよるんだがね、結局戻っていくのはね、女ですくった川の方へね、うん、まあ時期によっちゃ田んぼの方に流してなんかしたりするんじゃないかね、ようわからんけど、まああのね、観光協会でね、もろうたパンフレットがあるんだけどね、あれの説明見たらおそらく書いてあるんだろうじゃん、おそらくよ。あれ、私、ああ、見るのもめんどくさいし、うん、まあ、所詮今日は下見じゃっけね、うん、本番は来年のゴールデンウィークにね、15、6人連れてきてね、仲間をね、うん、まあ、あれらが楽しんでくれりゃええかな、いうような感じがある。わしは別にそこに興味もないし。これまあここからねちょっとね道が狭いけね、28人乗りの中型のバスがね、まあ、通る言ったら通るんだけど、ね、対向車来たらどうしようかないうような感じよね。今日はねまああれよ、そんなにゴールデンウィークでもないしね、うん、観光シーズンでもないし、うん、果たしてゴールデンウィークだったらここら交通量がどうなるかいうようなね、分からんね、来てみたね。これでこれがね、国道400、433だったかな、ね、事故取ったらごめんね、400なんぼ、うん、国道ね、上りながら、うん、まあ大体あの四万十川に沿って上がるような国道なんだけど、これで佐田の沈下橋とかねいうのはちょっと脇の方へ入っていってからね、さらにぐっと四万十川のそばの方を走る道路があるんだけどね、それがまた合流してねここへ来るんだけど、佐田の沈下橋はまあ昨日見たけね、うん、屋形船乗るところがあってね、なかなかええ感じよ。あれカヌーに乗ったね、あれ自前のカヌーかレンタルか知らんけどね、カヌー貸してくれるところもあるの、まあ今から出てくるけどね、うん、ほんでここをねちょっと降りていったら屋形船のね発着場があってね、うん、なんぼするか知らんのだけどね昨日見たところはね、なんかね、もう15、6人みたいな団体で行くんだったら、もう1万5000円で貸し切った方がいいみたいな、いうような表示があったけどね、詳しい話は聞いとらんのですけどね、うん、どっちにしてもまた電話してね、予約制にはいけんだろうしね、うん、まあ、ほんまね、ゴールデンウィークがどれぐらいの混雑するかね、ようわからんちゅうのもあるしね。うん、これで民宿なんかもね、昨日行ったような民宿下見行ったところなんかね、まだ予約するのはまだちょっと早いですみたいなこと言われてね、うん、あんまりお客さん乗っとらんような感じよね、うん、ここでまあこうやってね一軒ずつ下見しながら納得いう店の名前を屋形船納得言って言いながらなんでね、どういうネーミングか知らんけど、なかなか面白いっていうかね、ほいでまあだいたいこうやってね北上しながらね、これ観光協会でもろたね地図ね、ああいうのがあります、こういうのがありますよ、書いてある、これ見ながら次はここがねキャンプ場みたいになったんだよ、キャンプ場なとって、でカヌーもできるんでね、うん、さっきのところからね、5、6分走ったらまあ出てくるんだけどね、これがね、うん、12時過ぎてね、ここの店の名前が河原っ子でね、うん、
まあ別にええんじゃけども、うん、キャンプ場やねここはね、うん、大体がキャンプ場。キャンプもええよね、うん、キャンプもしてみたいっちゃうのあるんだけど、やっぱ道具揃えるのにまず銭がかかるのもあってね、うん、ああやってさっきのねカヌー貸してくれるの、カヌーツアーってなったの。これがね、なんだ5000円言うて書いてあるけど、5000円ちょっと高いけど、まあまあそんなもんかね、うん、まあとりあえず下見して、これでね腹減ったんじゃけどね、昼じゃけね飯食うところがないよねここらね、うん、あの観光協会の人も言おうたんじゃけどね、あの四万十市街の方しか食べるところはありませんよ言ってね言おったよ。まあそれわし聞いとったけどね、これだけこのね勝間の沈下橋のところでね、まあ12時半だしね、まあ食うところがないけね例によってここでまあカップラーメン食うて腹ごしらえしようかいな、今日の昼飯はね、うん、まあこの四国にある間どっかでね寿司でも食おうかな思いよったんだけど、うん、なかなかうまいぐらいにタイミングが合わんのかな、うん、勝間の沈下橋をね見ながらUFO 食うてね、うん、なかなかええもん。あーまあ涼しくなったしね、やっぱりさすが10月だしね、うん、全然覚えてない。まあほんましかしね、北海道もね、北海道旅行はまああれだけどね、北海道は涼しかったよさすがにね、7月の北海道は。本州帰ってきてからがね、まあ暑かったよね、もうほんま盛岡から南の方ね、もう暑かって、ほいで今度はまた8月のくそ暑い中九州へ行ってね、鹿児島の方へ行ったり延岡の方へ行ったりして帰ってきて、ほいで10月になってね、うん、さすがにね南方南の四国じゃ言ってもね涼しいしね、これでまあこの国道433号線かなんか知らんけどね、ひたすら松山に近づくように北上しながらねまあ最短で行きゃこの道じゃないんじゃろうけどね、まあな勝間の沈下橋を越えたあたりからね、もうずっとここが狭い道よ、うん、もう軽自動車でも離合できんようなところはね、これね車がね少ないけまだねこれだけで済むけどね、ゴールデンウィークになったらほんまどれぐらいの交通量があるかわからんけどね、これはもうちょっとさすがにもう勝間の沈下橋から北へは行かれないような感じよ、ね、うん、これだけまあ観光する言ったらもうね、もう28人乗りのね中型バスで移動する系もここら通れんね、うん、一切対向車がこういうね条件がついとんだったらね、もうここなんぼでも走れるよ、ほらもう狭い言ったってねなんぼでも通れるから、いうことでもう あれから先もねカヌー乗ったりするような観光地あるんだけど、もう断念してからねもう松山に向かいましょういうことで、ほいでその途中でねなんかね江川崎いう駅なんかね、うん、近くにあるけ、まあちょっと寄ってみようかってね、これ別に観光マップにも何も載ってないんじゃけど、でもなんかね、どう道国道走ろうったらね、江川崎いうところ、まあなんかもうなんでこれ江川崎じゃないかえて言いとうなるけど、まあ別にどうでもいいんじゃけども、看板がね。江川崎こっち言うてねあちこちにあったけどね、そこに江川崎って有名なんかな思ってからね、まあ行ってみたんだけどね、まあ案の定田舎の駅でね、うん、でまあ昔はまあ駅員がおったんじゃるけどね、今では、はあ、もう無人駅になってしまうってからね、まあでもなんかねこういう駅もええよね、うん、風流があるっちゅうか、うん、なんかねこれなんか線路が4本あるけどね、うん、
昔は4本全部使いよったんじゃろうけどね、よう見たらねこれもう線路潰してあるけね、ここらね、木埋めてからね、ここな 木で埋めて、あー隣、さらに隣のはもう アスファルトで線路潰したような感じになってる。ここ2本しかね、しか寄らんような。俺たまたまね、たまたま電車来てからね、たまたまよ。おそらくここらもね、もう 2,3 時間に1本しか来んようなところじゃ思うよ。時刻を見てないけどね、見とらんけども、もう多分ね、もうそんな感じでね、たま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 電車が来てけ、まあ取って帰ろうかよ、ボビートレインって書いてあるけど、まあでも地方に行ったらね、地方に行ったらあえてね、いろんなデザインの電車が走ってる、見れるのがいいよね。もうほんまうちなんかもうデッドウィングしかしとらんけん鍋物とかもあるけど、都会の電車もええけど、やっぱりね、こういう田舎の電車やのもなかなか面白いよね。ようこそ四万十の里へでね、まあね、観光地にどれぐらいの人が来るんかようわからんけどね、あしらなんかね、あのキャッシュでまずは見てください。おうじゃがね、まあ、募集しておりません、集まらないでください。こんばんは、松本人。北海道から、北海道から帰ってきたいうようにね、ルーモイ本線がないなるいうようなニュース見たりね、もうほんま、どう言ったらいいかね、もう、やっぱりルーモイ本線が実際にないなるのは2年後、3年後ぐらいらしいって。一応話し合いでもう決まったと。まあほんまね、前も言ったかもしれんけど、栄えるところはどんどん栄えて、廃れる言うたら廃れる一方よ。しょうがないね、資本主義経済ね、所詮そんなもんやね、人間だってそうだしね、貧乏人はいつまでたっても貧乏人だし、金持ちはもうなんぼでも金が入ってくるしね、金持ちと貧乏人の格差は広がるばっかりよ。やっぱり地域にも言えるんじゃろうね、栄えるところは栄えて、田舎言うたらもうどんどん田舎になっていくばっかりでね、まあしょうがない、それをね、資本主義経済所詮そんなもんだけどまあそこの話はどうでもいいんだけど、これでまあとにかくここからね、Google マップでね、Google ナビを使うて松山に向かいはね、夕方のね4時頃に着くよって、ね、出とったけど、それは最短コースで走るけどね、
まあそれちょっと用事に着くのはねちょっと早い思ったけね。まあ別にそんなに慌ててね松山行くこともないしね。これだったらはあもうのんびり行く言うてね、まあのんびり行ったってええとこに時間かかれへんけんね。あの淀線に沿ってね線路があるあれに沿って行こうかよ。最短コースで行ったらねまたどっか脇道に入ってからね山中でこのわけのわからん山中走るようなルートになっとったもんね。まあ急いで行く必要もないしね、まあもう遠回りでもええけど、まあ線路に沿って走ろうかよいことで。これで今からね、この淀線をね、伝っていきたら、宇和島へところへ行ってね、うん、宇和島で思い出すことを言ったら、なんかね、ああ、もうだいぶ古い話だけどね、20年ぐらい前、20年以上前になるかな、宇和島水産のね、宇和島水産高校の船がね、沈没させられたみたいなで事故があったよね。もうめちゃめちゃ古い、いや20年だよ、30年ぐらいになるんかね。ああもうそのイメージしかないよね。もう宇和島言ったらもうほんまに奇観名前、うん、もうその宇和島水産のね船が沈没したいう事故があったの、もうその時にしか聞いたことがない宇和島言うな、あれ。ほんでまあひたすら走るってからね、まあ最終的にこのちょっと宇和島の駅でまあ寄っていこうかい。まあ、ここからはね、あの今度養蚕線の線路をね沿ってから行くんだけど、養蚕線も 2ルートあってね、海の方へ行くルートと内子線でね内陸部の方を走る線路があるよね。うん、あれでなんか地図で見たらね、海の方走るやつはね愛ある予算線いう名前がついたらしいね。愛ある予算線みたいな。これで内陸部の方は内子線、予算線の中の内子線みたいな感じでね。これでまあここね宇和島駅のまあ、入場券集めの一環もあるしね、うん、まあ、せっかくじゃけせっかくね近くまで来たんだけど、まあ、うん、この駅もね全部の線路が踏ん詰まりになっとってね、うん、おいでとりあえず全部の電車ここで止まって、おいで折り返しまたね あっちの方向いていくんだけど、この宇和島駅の隣が何駅だったかね、北宇和島か西宇和島かなんかちょっと忘れたんだけど、西は島って多少、うん、忘れたね、うん、これで何やら遊駅のね、宇和島の隣の何やら遊駅の先から分岐していって高知方面に行くやつとね、淀線、それから松山方面に行く予算線とポイント切り替えかなんかしないけど、あえて分岐して高知方面に行くか松山方面に行くか。でわしはまあ松山の方に行くんじゃけども、これはねあの内陸部の内子線ね、うん、内子線の
線路に沿って、松山に行くの。明日だってあれよ、伊予灘物語に乗るのにね、あれ伊予灘物語は海ペリのね、愛ある伊予三川遊のを通っていくけね、まあ、同じところ通ってもしょうがないわ、もうね。正直、こっちから松山行くときは、まあ、内陸部の方通っていこうかな、いうような感じで。まあ、ほんま、ここらもね、単線じゃけね。電車も来んしね。ほいね、またこれ、例によってね、雨が降ってくるしね。ほんま。まあ、しか観光列車乗ろうか、いうようなときに限ってね、こうやってな、雨が降ってくるね。まあ、今日は乗らんけどね、明日だけどね。この時間帯から降り出されたら明日もまた雨かないような感じよね、まあ天気予報見りゃいいんだろうけど、天気予報なんか全然当てにならんしね。まあしかしスマホの天気予報ってほんま的中率悪いね。なんなんかね、あれほんま。朝天気予報を見てからね、朝天気予報を見てからね、今日の昼は降るなぁ思うてね、昼なっても降らんけ思ってね、スマホ開けて天気予報見たらね、なんか急に雨の予報が曇りになっとったり晴れになっとるし、ね、まあええ加減なもんだな思って、まあそこの話はどうでもいいんだけど、ほいでこのファミマのすぐそばにね風呂屋があるけね、前ここ来て、ここ今日2回目なんだけどね、前ここ来た時はね、ファミマに泊めてもうファミマで寝る予定だったけね、最初からね、ファミマに止めて歩いてここへね、お風呂屋さん入って、やりよったんだけどね、俺今日はね、なんでこんなすぐ近くなのにね、車で来たか言ったらね、風呂入った後にね、回転寿司でも行こう思ってね、近くにね、スシローがあるってね、まあ、Google マップに出とったけね、近くにスシローがあるけね、言うてもね、車で8分ぐらいかかるけね、もう大変よね、でも最初の頃はね、風呂入った後ね、寿司食いに行くつもりでもうね、移動するけで、ここが入ってみたい。これはまあ、割とスーパー銭湯なのにね、650円ね、やったらまあまあ安いよ。平日だったら600円ですね。割と安いけ、ええところで。これで、こっからね、寿司食いに行く予定だったんだけども、予定にしとったんだけども、なんかでも太陽になってからね、もうええわ、いう感じになってね。もうほんますぐこんだけの距離のところね、またファミマで、ね、結局もね戻ってきたというかね、もうええわと、寿司食うてね、寿司食ってここまで帰ってくるのに、ね、やっぱり8分ぐらいかかるじゃん、7、8分かかるってね出とったけども、腹いっぱい寿司食うた後にね車運転すればもう大義系ね、もうええわと、諦めてね、ほいで、ひげ剃ろう思ったんだけどね、明日、いや、最近ね、今頃みんな、武漢ウイルスじゃないわ、何言うかいね、コロナ言うかいね、あれでね、マスクするじゃろ、みんな。ほいでけね、マスクするけね、ひげ剃る、別にええや、思いよったんだけどね、明日、いろんな物語に乗ってからね、弁当食わなきゃいけんね、どうしてもマスク外さなきゃいけんよね。おじけね、まあひげぐらいは剃ろうかな思いよったよ。おじはね、ここはねスーパー銭湯じゃけね、さっきのね風呂屋だからね、スーパー銭湯じゃけ、シャンプーとかね、リンスとかボディーソープとか全部あるけね。おじけもうお風呂セットはもうええわと、いらんは思いよったよ。おじけタオルとかね、着替えとかね。着替えの下着とかね、パンツとかね、あれだけ持っていきゃね、風呂入れるよね。俺だけはもうそんだけでええわ思いよったんだけどね、さすがにね、スーパー銭湯でもね、ひげ剃りは置いとらんけね、下田はひげ剃り忘れた思ってね、もうしょうがないよ、また風呂入るわけにもいかんしね、もういっぺん出とるしね、俺だけはもうファミマのトイレでね、ひげ剃ってからね、まあ大失敗よね。これファミマのね洗面所でシェーブクリームやら洗い流してね、これで今日はレモンサワーじゃなくてビールと日本酒のコンビをねこういう気分じゃったっけね、
それでまあビール飲みながらね、うん、ビール飲みながら例によってもコンビニの弁当でね、うん、これでまあね今日ね今晩はまあ体の調子もいいしね、うん、今日は飲めるで思ってね今日は飲めると思ってビール1リットル買うて1カップも2つ買うたんだけどね、あ、分からんもんね、意外と飲めんでからね、うん、ほいで今日らね逆にね今日らなんか飲む気分じゃないけどそんなに飲めんじゃろ思ってねちょっとしか買わんかったらねなまだ飲めるなあいうような感じになってきたね、あよう分からんねほんまね、だいたいわし普段家じゃ飲まんのだけどね、旅館の付近には誰も住んでいないため2キロ離れた民家、まあ、ビールもねもうだいぶ残してからねもうワンカップに切り替えましょうというような感じになってから、ね、あで今見おるもんはガキの使いの廃旅館ねまっちゃんが罰ゲームで負けて廃旅館で罰ゲームを受けるやつよね、うん、お化けが出る、あ何言うかね、お化けはおらんのんじゃけどどう言ったらいいかね、肝試しみたいなあんな感じの罰ゲームでね、もうあれも20年ぐらい前、20年以上経つな、まあ、あのね DVD も、まあ、DVD じゃないんじゃけどね、あれをまあ何回も言うけど MP4 に変換してから、うん、もう DVD 持ち歩かなって思う、まあ、かさばるしね、うん、ほんでまあ、ね、コンビニ泊まっとったらねなんか途中で困った時なんか買い物ができるけんね、いいよね、これ山ん中じゃったらね店がないけ、途中で氷が欲しいな思ってもね売っとるところがなかったらことにならんけ、ね、まだ日本酒もねもうワンカップね2つ買うたんだけど、ワンカップでも300ミリのでかいやつ、あれ2つ飲めるかな思ったらもう1個しか飲めんかってからね、もう途中で喉乾いたしもうちょっとレモンサワーに切り替えようかな思ってからね、うん、まあファミマとかねセブンの氷はねあえてカンカン書いて2、3回叩いたらね崩れてくるっていいけど、まあ昨日も言ったけどね ローソンの氷はなんであれみんな溶かしたようなもうようからまあそこの話はどうでもいいんだけどね、まあいうことでね明日イオナの物語がちょっと8時26分ってちょっと早いけどね今日は早めに寝ます、はいまた明日、うん、ご乗車ありがとうございました。